はい、えー、ではねちょっと仲間のね、えー、16なんですけど、えー、あれからちょっと調整、えー、し直してちょっとピッチカーブ、うん、とね基本スロットルカーブがちょっと問題でしたえっ、ー、とねノーマルのスロットルと、えー、アイドラップ位置のねスロットルカーブこの辺がね大きいとね えとさっきみたいに、えー、アイドルアップ入れた瞬間に、まあ、上昇、えー、上の方に、ね、上がっていってノーマルに戻した時に、あのー、効果がね降りてくるのが早いっていう現象が起きましたんでちょっとこれカーブが気になるなはいこんな,、えー、こんなカーブをね作るとワン・ウ、え、ッ、ー、ね ノーマルこのぐらいの、えーえー、なんだスロットルの、えー、誤差、えー、40ノーマルで40でアイドルアップで 5010%? ちょんかな、はいえー、と ?100 はね同じように100使ってますけどあとはそうですね、まあ、ノーマルはまあゼロじゃないとモーター回ってしまうんでね でこんな感じでですねでまあ、ピッチカーブはこんな感じ。えー、っと真ん中で31です。で、アイドラップ1でもうやっぱ3ポイントですね。3ポイントで、えー、っとセンターがプラス25。こんな感じになってます。これ1コマずつ動くんだよね。 で最高がまあ100と最低がマイナス40って感じですね。でまあ2とかね3はあの設定入れてません。はい。でそんなもんですね。ジャイロもいじってませんっていうかまあジャイロはねもうあの確か入れてないよね。何も入れてません。でその代わり えとこちらのねファンクションファンクションに、えー、5番ギアにして、えー、スイッチ A これでね6軸切り替えにしてます <laughs> そのくらいですかねあとタイマーは、えー、こんな感じでね、えー、5分5分と3分にしてます、まあ、ホバリングだけなら多分5分でも 残量的には、どのくらいだろう ?20% ぐらいは残ってるんじゃないかな2 30%近く。はい。でスイ、リセットはスイッチのエッジ。これですね。で、えーと、スタートはね、ジョイスティックの J2。この J2 でね、してます。うんとここに設定すると、ここで、あら うーんと、リセットされたかなされてるね。いらんこと触ったら、され、リセットされてるね。えっ、ー、と、少しね、スロットル上げるんですよ。そして、えっ、ー、と、今、青がね、オンなので、オンになるのでね、えー、ノーマルでリバースさせます。ん,んで、えっ、ー、と、ここを覚えさせたいんで、 どこ触ったったけこれだあ違うわこれあれどこ触ったっけなこれかこれを触って、えー、上のオンの息を増やしますそうするとうーんとねちょっとあれスイッチのタイマーのね一番一番も狂ったよね今の一回 これ設定でここになってるんですけどちょっと設定を入れ直しんいいのかな今のでちょっと2番2番動いてるね2番動いてる2番か設定、えー、ちょっとずらしてるんでここオンの位置ずらしますねでまあこれでリセットしてこのスロットラがねさっきの位置からこう上がるとスタート で、リセット、これでリセットですね。はい。こんな感じになりました。あ,あと、ちょっと電池の減り早いね。えっ、ー、と、いいかな。こんな感じです。うん。はい。いいじゃなります。